はい、開運仏シリーズ、今回はですね、虚空蔵菩薩です。虚空蔵菩薩、虚空蔵とは虚空が宇宙を意味し、宇宙の母体を表します。宇宙を神格化した仏、無限の知恵と福徳を備え、求めれば惜しげもなく与えてくれます。その虚空蔵菩薩なんですけども、虚空蔵菩薩を本尊として行う記憶力増進のための修法があります。それを虚空蔵愚問寺法と言います。今回はこの虚空蔵愚問寺法についても解説したいと思います。空海は言わずと知れた天才ですね。皆さん、空海を知らない人はいないと思います。あまたある天才エピソードを少し紹介すると、梵語を3ヶ月でマスター、密教の師匠、慶家の1000人以上の弟子を飛び越え、継承者となった。密教を3ヶ月でマスター、その他をもろもろですね。なぜ空海はこんなに天才なのでしょうか。持って生まれた先天的才能の面もあるかと思いますが、実は後天的な要素もあるのです。後天的な努力があって空海は天才となったのです。ではですね、空海が後天的な努力で天才となったその努力とは何でしょうか。それが虚空蔵愚問寺法を空海が行ったということなんです。虚空蔵愚問寺法とは、一度見聞きしたものは絶対に忘れず、無限の知恵を手に入れることができるという密教の秘法です。若き空海が習得して、空海を天才たらしめました。じゃあそのですね、虚空蔵愚問寺法の内容をちょっとご紹介します。虚空蔵の真言をですね、1万回唱えます。この虚空蔵の真言というのがですね、能坊飽き舎ギャラバヤオンアリキャマリボリソワカですね、こちらの方は記載しておきますので、見ておいてください。能坊飽き舎ギャラバヤオンアラキャマリボリソワカですね。この真言を1日1万回を100日回ですね、または1日2万回を50日間、どっちかですね、100万回を唱えるということなんで、この間五穀立ちして誰にも会わずに唱えなければなりません。空海は高知県の室戸岬にあるミクロ洞窟という洞窟でこの修行に励みました。そしてある日の明け方なんですけども、空海が真言を唱えている時、空から明星、これ明けの明星で金星のことなんですけども、金星が近づいてきて口の中に飛び込むという体験をします。明星は虚空蔵菩薩の化身とされ、空海はこの時虚空蔵菩薩と一体になったのです。この時のことについて空海は、他に響きを惜しまず明星来かげすと記しています。空海はこの時を境に完全に人が変わったと言われています。天才といえば私は日蓮も思い浮かべますが、なんと日蓮もこの虚空蔵愚問寺法を10代の時に達成しています。そして現代でもこの修行を行っている人がわずかですがいるそうです。想像を絶する大変過酷な修行でこの修行をやり終えること自体がすでに超人だと思います。やはり天才になるには、超人になるには、普通の人には到底できないようなことをしなければ天才超人にはなれないということですね。しかし特に天才超人ではなく、普通であっても虚空蔵菩薩の知恵を授かりたい場合は、自分なりの誠意を虚空蔵菩薩に示せば可能だと考えています。そういうことですね。今回は虚空蔵菩薩でした。虚空蔵愚問寺法もご紹介いたしました。虚空蔵菩薩で絶対開運。